こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ウルトラエッグガッツ星人です。この分身能力を駆使してウルトラセブンを一度倒したぐらい強いんですけど、今回はその分身モードを再現するために2体のガッツ星人が1つのウルトラエッグになるんですね。これは相当面白そうなギミックですね。では早速中身を確認していきたいと思います。はい、中身はこんな感じで、ガッツ星人が2体一緒になって1つのウルトラエッグになってますね。しかもちゃんとロックがかかってますので、引っ張っても卵型は崩れないですね。このデザイン考えた人すごいですよね。ではエッグモードからアタックモードに変形させます。今これ手で掴んでる状態ですので、一旦手をサイドに外します。両方ともですね。そして分割します。両方とも構造は全く同じなので、中からパーツを引っ張り出して両足を展開します。ボディも奥から出します。そして手を戻せばこれで完成ですね。ではもう一体も同じようにパーツを引っ張り出します。完成、ガッツ星人です。ちゃんと2体のガッツ星人になりましたね。ちょっとまあ実際のガッツ星人とは違ってかなりディフォルメされてるんですけど、それでもよくできてますね。分身を再現してるだけなので、あくまで両方とも全く同じデザインですね。近くで見ても変わりませんし、体の造形とか後ろ側も一緒です。ただエッグサインは片方しかついてません。ただこうやって2つになるっていうのが売りですので、単体で見るとそんなに動かないですね。手は少し広げられるのと、足はまあ曲げられますけど、基本的には直立のポージングがスタンダードになりますね。パッケージ裏に書いてありますけど、体操座りもできます。2体並べるとなんかシュールですね。こんな感じでウルトラエッグのセブンを使えば、テレビの名シーンのようにセブンが十字架に貼り付けられるシーンが再現できるんですけど、何分ガッツ星人が小さいのでちょっと迫力が出ないですね。他のエッグの怪獣と比べるとこんな感じです。まあサイズはやっぱりやや小さめですけど、それでも2個セットになってるのを考えるとかなりお買い得ですね。ではアタックモードからエッグモードに戻します。まずは足を収納して体を奥に押します。そして手を広げます。もう一つも一緒ですね。足を曲げて体を押し込みます。そしてこの状態から2つのガッツ星人を抱き合わせて手でロックします。くちばしみたいな部分がカチッと奥に入る感じですね。はい、できました。やっぱりこのガッツ星人はウルトラエッグの最高傑作って言ってもいいぐらいの完成度の高さです。以上、ウルトラエッグガッツ星人の紹介でした。